はい、皆さん、こんばんは。おじいさむです。いろんなゲーム機で遊んでいますかえー、前日、昨日ですね。えー、昨日、あのー、うちの動画のね、視聴者の方から、もう、ベタのね、ベテランの域に入る視聴者の方からですね、なんと、大量のね、えー、プレゼントをいただきました。<laughs> あの、昨日の動画を見てください。気になる方ね。で、その中で、まあ、メインとなる。本来はこれを作って送りますよって言ってたやつが、えっと、これ。ドンとね。 もうちょっとあ,のあるブツのせいでねあのこれがちょっともう機能が薄れてしまったんで、えー、もう一度ねこちらの方をがっつりとちょっと見ていこうかなと思います、えー、名前はですねカードリッジリーダーというものでえー、と今日もちょっとねあのメールのやり取りしてていろいろ教えてもらったんですが、えー、とバージョンはね V3V3 というバージョンだそうです で結構僕もちょっと昨日いろいろ日本語あの日本の、えー、YouTube とかブログとかいろいろちょっと確認してで海外のやつもあの教えてもらったそのサニーさんかなサニーさんっていうかなのあのいろんなサイトなんかちょっといろいろあってなんかウィキなえっ、ー、と GitHub のウィキなってるやつもあったり他になんかそのままベッドページが1ページだけあったりとかなんかいろんなこう状態やったんですけども、えー、確認させてもらってまあこんな感じなのかなっていう感じはちょっとつかめてます。<laughs> で改めて見てみましょう。 こちらがカードリッジリーダーと言ってですね大きさがだいたいこんな感じです。男性一般男性の手のひらが今は乗る感じこんな感じ。であの僕がいつも使ってるレトロベースダンパーと比べるとこんな感じ。はい前から見るとこんな感じですね。まあこっちはえっとそして昨日ねあの僕ちょっとファミコンとか言ってたんですけどファミコンはなくて。 えっと、64、64メガドライブ、スーパーハミコンですね。の順になってます。で、えっと、ここがね、PC エンジンじゃなくて、ゲームボーイ、ゲームボーイカラー、ゲームボーイアドバンスになってました。で、えっと、このサニーさんの公式の、えっと、ページからですね、GitHub からも飛べたんかな。えー、で、あのー、こう変換プラグっていうんかな。ここのスーパーハミコンのところに挿して使う、 プラグを使うと,えっとファミコンとか PC エンジンとかえっと,あと何やたかなセガマスターシステムかな,なんかあの辺のものもあのプラグインで使うことができるようですえでただしねファミコンの方はですねあのレトロベースダンパーの方はあの自動でマッパーですね最近おじいさんのところで勉強みんなで一緒にしてるマッパーですねマッパーがレトロベースダンパーでこっちの方ではあのー 自動で認識してくれるんですがこちらのカードリッジリーダーの方ではここに何かのオプション画面みたいなやつが出てきてそこにね、えー、とマッパー数とプログラムロムサイズとキャラクターロムサイズっていうものを手動で入力しないとあの正式に吸い出せないっていう状況になりますんでそこはご注意ください。 もうこれでこうプラスとかマイナスにするんでしょうね、うん、でなんか見た感じではなんかその GitHub のサニーさんのサイトからもその全部のデータが出てるリンクっていうものがあるようなのでそちらに飛んで、まあ、自分の,あの吸い出したゲーム名を入れて、まあ、確認するようです。 えー、なので今回はですね、えっと、スーパーファミコンメガドライブ64と、まあ、ゲームボーイ関係ですねをちょっと吸い出していってみようと思いますあちょっと大きさ測ろうかついで、えー、大きさですねまあこれはあのー、おこじゃさんがねあのそのサニさんのサイトでケースもあの販売してるようなんですよねでそのケースも購入されてご自身でドライバーでグイグイってやって作られたようですでケースも込めた大きさでちょっと今回は測らさせてもらいます横幅がですね 11.2ですねごめんなさい11.2で、えー、縦10.8、まあ、ほぼ正方形ですねで高さ2.4ですで、えー、と重さですね重さもちょっと軽く測ってみましょうこのケース全部入りですこの64の、えー、とこの コントローラーラプラグインっていうかなもうつけて 212g、うん、非常にあのー、軽いですよ、はい、見えるかなはいこれで 21011g、えー、ですね 211g 非常に軽量ですでえっと本来はですねあのこういうスイッチもついてないらしいんですよねこれもねなんかおこじょさん作ったらしいの自分ですごいよね <laughs> ほんまに豆や俺ねおこじょさんこんなにね豆やって知らんかった神経質なんは知ってましたけどいろいろお話しして <laughs> 豆やしその豆でこれをよくできるなってもうこれこうボタンになってるんですよここほらカチカチってこれすごいよねこれはもうだからおこじょさんスペシャルらしいですでまあちょっとな中はあのどうやらねこれねかなり脆いものらしく あの分解の方法ではこんな感じでコツでやってくださいねって教えてもらったんですが、まあ、今回特にこちらのプレゼント企画のものなので <laughs> 僕が例えばネジ穴をバカにしてしまったりしたら戻せないのでちょっとそれはやめとこうかなと思いましたなので作り方とはもう他に日本の YouTuber の人たちがたくさん動画上げてたのでブロガーとかの,とかの人もね そこを参考にしてくださいうちはまあ今回どんな感じで吸い出すかっていう感じのね流れを見てもらおうと思いますそれではですねでやっぱり、えっと、給電の方はですねこちらこちらの,あのこれはあのおこじさんがつけてくれたやつなんですが USB から、えっと、吸い出すあの電源を供給するようですそれではですね今回 iPhone のこちらの変換器ですねこちらを使ってやっていこうかなと思います それではこちらをコンセントに挿してとちョんとでえっとこちらですねこちらのここはねここにこれプリンターのケーブルですよねプリンターケーブルこれをちょっと挿してみますはい今んところはあの爆発はしてないですね <laughs> よかったですあのおこじさんと話してたんですよ爆発したらどうしようかって言って で僕あのパンチパーマやってカオス塗りして歯も黒に塗って口から黒い煙出してドン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 って音楽入れますって言うたん <laughs> それではね電源がこちらのようです。見えるかなちょっと見えにくいところにあります。これ。ごめんなさいこっちに焦点が行ってるね。これ。ここがこうスライド式になっていて、まあ、正面から見ると左ですね。なってるのでこちらを右にします。 それではスイッチ入れますそしたらここに多分液晶が表示されると思うのよね。あ、出た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 。見えてるかなあ、よくパソコンモニター映したときみたいなビロビロなってるね。よっ、見えるかなはい、こんな感じで映ってますね。で、えっと、この、えっとね、実際ちょっと皆さんはこれね、白く見えてるけど、実際めっちゃかっこいいね。ブルーです。 ブルーレット置くだけはいあの真っ青ジ、あのー、字ですでですねえっとこいつが確かね動かせるんですあの今アッドオンアッドオンズの左になんか四角あるよねこれが動くはずなんですよほらで上に戻したい時はね2回押すらしいですこれはい上戻りましたねでこっちが決定みたいなことですねうんあでちなみにここ青い LED がついてすごいかっこいいです 見えるかな、はい、光どけたら分かるんじゃないかな。はい、こんな感じで青い LED がつきます、ね。あこっちの方が見やすいね。光どけた方が。うん、で、えっと、なんで、アドオンズってのが何かっていうとですね、ポンと押すと、はい、ネ、え、ス、ー、ファミコンということで、先ほど言ってたあの別売りのですねあの、プラグインですね。プラグインのやつをつけると、 ままあここのりりが使えるよよううになりますよっていうこといですねでですね、まああとはもうそのもう見ての通りでスーパーハミコンを吸い出すときは、まあ、スーパーハミコンに合わせて吸い出す。うわ、これレールで色変わるんやな、ね。これ今赤なってますね。で、メガドライブ。ちょっとピンク色。わかるかな。で、64は緑。ゲームボーイは水色。 で、えー、アバウトは黄色ですね。で、リセット。はい。で、戻りましたね。という感じになります。で、どうやらね、あのいろいろ調べた結果、ちょっと光させます。えっと、どうやらねあの、レトロベースダンパーのように、電源入れたままでガスンガスンって抜き刺しするのは非常にね、危険なようなので、一回一回刺しては抜くっていうのを、刺して吸い出しては終了するっていうのを、 繰り返すことが、えっとまあ、壊れない安定して使っていけるような感じのようです。ちょっと変な日本語ですね。えー、それではですね、早速ちょっと吸い出してみようと思います。それでは一発目に吸い出すのは上一番上のスーパーハミコンからですね、今回はまあノーマライズな、えっと、初、えっと、ローンチタイトルかな。ローンチタイトルの一つ F0 を吸い出してみようと思います。それではここですね、ここのカードリッジの方に、ちょっと見えるかな。ここですね、ここのカードリッジの方に、 入れますあサクっと,、ね、と入りましたねと入したちょっとねここはこう緩い感じかなこんな感じになってますまあ本来スーパーミコンってここら辺にガチってこう本体が入るからねでですね肝心なことがありましてえっとそれがねここのまあ何て言うかのオプションスイッチみたいなのがあるんですよねこれをですねあの操作しないといけないんですよね ここありますよね。1、2、3、4個。今全部左になってますね。これをそれぞれの吸い出す、あとハードによって、ここね、変えないといけないんですよ。で、スーパーハミコンの時は、一番左が右。で、次は左。で、その次が右。で、その次も右。だから、右、左、右、右っていうことですね。 こういうこと。はい。それではこれでちょっと電源を入れてみます。はい。でですね、今は一番上のアドオンズになってるので、この選択のやつで1個をしてスーパーハ、スーパーニンテンドースーパーファミコンですね、にして決定をします。はい。 えーすると、セレクトカートタイプってありますので、スーパーニンテンドー、N パワーズ、SF メモリ、えー、サテライト、サテライトですね、サテライト BS、フラッシュ、リプロ、リセットってありますね。えまあこれ下のやつはちょっと特殊なソフトのやつですね。これも吸い出せるんですね。で、今回は普通にスーパーファミコンなんで、一番上のスーパーニンテンドーとなってるやつですね。これで決定。はい。 もう出ましたね。すごいね。これ、情報出るんやね、ちゃんと。えっと、一番上に見えますかね。F0 と出てますね。F0、えー、タイプ、LOROM、スロー ROM となってますね。何のことやろね。ICS、ROM、RAM。ROM サイズ4、4メガビット。きいね。ブランク、16チップス、1。さあ、わけわからないなってきたよ。で <laughs>、スレ、スレイムサイズかな。16キロビット。 ロムバージョンは1.0、えー。チェックサムは C6BA っていうことで c r c 値みたいなやつかな。も、ま、う、あ、これで何もやることないんで決定ですね。ポンと。はい。すると SNS カ,カートリーダーってあるんですよね。で、えっと、リードロム、えー、リードセーブ、ライトセーブ、テストスレーム。 えー、サイクルカートフォースカートタイプってことこの辺ちょっと分からへんけど面白いのがねライトセーブっていうのがあるんですよねこれなんかセーブデータを書き込めるのかな内部にねもしかしたら分からないですけどもで今回はもうロムデータを吸い出すのでリードロムですねでしかもリードセーブということでセーブデータも引き継げるっていうことですねこれはすごいねどんなセーブデータで出すんやろうねとりあえずリードセーブしましょうかリードロムしますね おなんか出てきましたね。ピロ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 って。ああなんか色変わった。えー、っと、カル、カルクレーティングチェックサム、チェックサム OK、CBBA、タイムエラー、エラプセッド 4S ってのはもう4秒かかりましたよっていうことですね。成功したのかな、これ。エロって出てるから、なんかエラーじゃないよね。エラー6って見えたけど、これ違うかな。ちゃんと吸い出せたのかな。 でプリーズボタンということで1個押しましょう。ということで戻ってきましたね。なのでもうこれでえっとよいしょよいしょよいしょこれでリセットして戻ってでまあこれで上に戻ってきましたね。これで電源を切りましょう。ドン。 はい、それでは1回ですねでこの後じゃあどうするのっていうとこれね工場さんがねもうねあのマイクロ SD カードも入れてくれてるんですよねこのマイクロ SD カードここにありますここに入、はい、でここをパチッと押すとよいしょ待ってよえー、っとちょっと待ってよあこれあれかえあ押すよに押すとピュッと出てきますんでよいしょちょっと待ってよよよいしょ これピンセットかなんかあった方がいいかなこれで取った方がいいねはいこのマイクロ SD カードに、えっと、正式に吸い出せていたら吸い出せてれるはずなのでちょっと見てみましょう、えー、それではですね先ほど抜き取った SD カードをパソコンにつけていこうと思います、えー、はいえっとこのようにリムンバルディスクですね外部ディスクとして認識しましたで内部を見てみますはいえー とですね、このように s n s というフォルダーができてますね。s n s っていうのはあのスーパー・ニンテンド・エンターテインメント・システムということでアメリカの名前ですね。s n s の内部に ROM というフォルダーができてます。はい、あ,ありますね。F0 ありますね。えっと、6という名前がついてます。なんか E-R-O6 ってなってましたよね。これは何かで分けられてるのかなあ、ありますね。 F0SFC というものがあります。それではちょっとこいつを、えっと、ロムチェックにかけていこうと思います。はい。それでは今吸い出したこれですね。SN、s n s r o m F06。この F0SFC をちょっと、えっと、ロムチェックします。はい。 ということですね、初めて見ましたね、えっと、スーパーファミコンの吸い出し。えっと、チェックサム1、チェックサム2が一致しましたということで、あれですね、ファミコンのように、あの、ロム、えっと何、何 c r c 値っていうのとはちょっと違うようですね。サイズは512キロバイト、え、4メガビットとかなり、あの、あれですね、丁寧な説明になってますね。で、えっと、CRC32、これ CRC32 ってのはこれ何やろうあ、c r c 値かだからこれがね。 で、えっと、ロムタイトルは F0。マッピングは低速スキップ、スロー LOROM ということで、どういう意味なのか、ローやから低いロムってことなのかな。この辺ちょっとよくわからないね。で、カードリッジナルはロムプラスラムだけになってますね。非常にシンプルです。この辺だからまた増えてくるのかな。いろいろね。で、メーカーは任天堂、t o ロムサイズは 512KB、4Mbit。n コップ、e コップ、この辺はちょっとまた分かれへんね。 なんかいろいろありますね。これは何なんでしょうかよくわかるんけど。で、えっと、S ラムサイズは 2KB、バージョン1.0、リリースは日本、品番の情報は入ってませんでした。ということで、えっと、S ラムっていうのはどういうことなんだろうこれメモリーってことなんかなゲーム、その本体以外にカセットの中にもメモリー領域を持ってたっていうことなのかなちょっとわからないね。これどういうことかね。はい。 ということで、とりあえずですね、F0 吸い出せたので、えっと、次々とちょっと吸い出してみましょう。ええー、はい。それではですね、えっと、吸い出しに成功してたので、次々とやっていきましょう。まずこの、えっと、ま、そうですね、半端に斜めになるとよくないんで、まずはソフトを、よいしょ。よいしょ。なんかちょっと怖いな。<laughs> 怖いな。なんかすごい音になりますね。ぐる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 って音になるね。 接点復活台つけといた方がもうちょっとスムーズに動くかもしれないですね。それでは SD カードを戻していきます。よいしょ。これ、印字の部分が上ですね。上でえっと入れます。よいしょ。はい。でですね、えっと、スーパーハミコンで、あとちょっと気になるやつがいくつかあるので。 えっと、ロマンシングサガですねロマンシングサガとこちらあのいつもうちでも言ってる通りありハイデフエディションなんですよねハイデフエディションなのであのちゃんと画面が出るかっていうのも知りたいのでちょっとロマンシングサガもちょっと吸い出そうと思いますが今ちょっとちらっと見てはいだいぶもうガリガリ状態なのでちょっとこれは接点復活剤で綺麗にしようと思います汚れはなかったですねはい それではえっと刺していきましょうあサクッと入ったやっぱりね接点復活剤でちょっとねぬるっと刺しておいた方がいいと思いますはい何でも入れる時はぬるっとして無理やりね入れないようにしましょうはいえー、ということで電源入れていきますっっっこれが女性ファンが消えていく理由ねはいえー、ということでえー、っとえー、っとはいえー、っとスーパーファミコンなんで えっと、もうちょっと近い方がいいかな見えるかなよいしょ。はい。えー、また、アッドオンズになってるので、1個下ろして、はい、スーパーニンテンドーになりましたね。これでオン。で、一番上のスーパーニンテンドーを選んで、ドン。で、えー、情報出てきましたね。ロマンシングサガ3えー、あ出ましたね。HI ロムって出ましたね。ファストロム。先はローロムやったのにね。 で、ICS ロムセーブ。えー、ロムサイズ3 2キロ3 2メガビッっていうことで、やっぱ大きいね。で、えー、ブ、バンクスは64チップ2って書いてある。バンクバンクがあったんかなスーファミにもね。で、スレイムサイズは6 4 k ロビッ ROM バージョンは1.0。で、チェックサムのが出てますね。で、これで決定をして、で、 えー、リードロムですね。リードロムで決定すると、ちょっと先っよりかかるんちゃうあ、やっぱかかるね。容量大きいからね。ロマンシングサガ。何やってんのね。さっきのエロ6ってね。あ、F0 か。こっちから F0 ってなってたんかもしれんな。で、下のエロだけ見えてて、何やらエロって思ったよね。えー、ということで、えっと、カル、カル、 カ,ルカレーティングチェックサムでなんか青色になったんでこれ終わりましたよってことかなはいほんでも決定ボタンを押して戻ってこれで電源を落としましょうかポンとねポンと落としましょうでまた一個一個見ていったら面倒なんで次々やっていこうと思いますそれではロマンシングサガを抜いてやっぱりね接点復活剤でちょっとぬるっとしとかないとちょっと怖いガリガリってなってこう抜くのがね で、お次はですね、えっとね、スーパーファミコンはね、SNS もいけるということなので、えっと、これですね、パンチアウト、これ SNS バージョンなんですよね、これ日本では売ってないんですよね、こちらの方もちょっと、えっと、吸い出してみようと思います。で、こっちもちょっとあの、接点復活剤で、ちょっと湿らして、なんでも入れるときはね、しっかり湿らしてから、無理やりはだめですよ、無理やりねじ込んだらね、そんなことしたら。 誰も得しないですからねせっ点ま活ある意味接点復活剤ですよねいろんな意味でねはい分かる人だけ分かる坊やは寝る時間です、えー、ということなんで接点復活剤をつけてえっ、ー、とスーパーパンチアウトを入れますはいぬるっと入りましたねはいこんな感じで入りましたとこんな感じねよいしょ見えてるかなはいそれでは、えー、また電源を入れてですねドン で、もう繰り返しですよね。スーパーニンテンドーに合わして、決定をして、で、スーパーニンテンドーをして、えー、出ましたね。スーパーパンチアウト、これもローロムのスローロムですね。これなんかどう,いう意味があるのかなで、ICS はロムセーブ。えー、サイズは16メガビットということで、F0 と一緒やね。で、バンクが64チップの2。えー、スレームサイズは64キロビット。 ロームバージョンは1.0ですよということででリードロームなんで OK 結構吸い取り早いねでもここに液晶を出して表示させたってすげえよなこれ考えた人すごいよなうんで決定なんでこれで終わりではいこれで電源切りましょう トトはいといとう感じですねでは次々いきましょうかでこれでスーパーハミコンはとりあえず終わりうんやっぱりこれのがスルッと出るちょっと F0 怖かったわバギバギーだからね。